い、どうも、はじめましゃー、レイチャンネルです。よろしくお願いいたします。はい、今回の動画はですね、2022年シリーズ2のベストナインタイトルホルダー、リンゴ食べるとの先シューター、リンゴ食べるとの先シューター。はい、というところでですね、今回はですね、こちらのベストナインタイトルホルダーの殿崎選手を、まあ、ランク戦の方でちょっと使っていこうかなというふうに思うんですけど、まあ皆さんね、まあご存知の通りだと思いますが、殿崎選手、弱体化、めちゃくちゃのクチャで入っちゃってます。まあね、ちょっとね、残念なところではあるんですけど、それでもね、それでも殿崎選手は、多分おそらくですけど、皆さんのガチオーダーにこれからも入ってきておかしくない選手なんですよね。まあそこら辺をですね、まあ、ランク戦やりながら、まあ、こう説明していきたいなといったところと、あとはですね、殿崎選手、おそらくですけど、また最近レイチャンネルあるあるだけど、あのね、 TS での登場もあるかなというふうに思うんですよね。なので、まあ、そこら辺の、まあ、ちょっとね、予想なんかもちょっとランク戦やりながらお話ししていきたいなというふうに思います。まあね、今回はね、とりあえずね、主役の殿崎選手で、まあ、いつも通りね、なんとかホームラン打ちたいけどね。まあ目標はホームランだけど、まあそれなりにいいヒットを見せれたらいいかなというふうに思います。はい、じゃあね、殿崎選手、軽くね、能力の方だけ見ておきましょう。弾道がですね、中弾道で高弾道から、落ちているんですね。あとね、ミートが63の C、 パワー72の B、 総力79の B というところで、まあ称号で総力は A に行けるといったところですね。まあちょっとね、まあ表ステータスこれ見た感じね、打撃としてはちょっとしんどそうだなっていう印象は受けます。はいはい、しかしですね、皆さん、先ほどね、僕がですね、皆さんのオーダーに入ってくるだろうと言った理由はここにあります。守備はですね、まだまだ健在です。特殊で B で、特殊でセカンドの守備が A になりますね。これね、やっぱりね、強いんですよ。だからね、今回僕、累計で出て、ちょっとね、まだ無凸なんで、特殊できないんですけど、これから限界突破して、なんとかね、特殊して A で、ガチオーダーでの検討をマジで考えてます。で、裏捨てもね、そこまで悪くないので、マジでセカンドの A、本当にありだなと思っておりますね。はい、特殊能力の方もね、だいぶ弱体化が入っておりますね。もともとね、広角打法を超広角打法を持っていたんですけど、今ね、超流し打ち20マレに変わっちゃったんですよね。まあでもね、ある程度選球眼回、超流し打ちで、もともと少ないミートを補えそうな感じはしますよね。というところで、ここで、レイチャンネルのステータスチェック。超流し打ち20マレ、ミート中アップ、こちらがミートプラス9、そして、選球眼回がミート中アップ、これがミートプラス5。フルトの先はどうなる？ミート77の C でパワー72の B。というところで、まあもともとね、そんなにミートは大きくないんですけど、まあそこを補えるっていったところはいいところではあるんですが、まあそもそものステータスが低いというところで、全体的に見てもちょっと打撃としてはきつそうだなっていうイメージ、今のところはあるかなというふうに思います。まあでもね、今日はね、殿崎さん主役で打たせますから、守備だけじゃなくて、あのね、バチバチのバーチでちょっと打っていきたいというふうに思います。はいはい、相手の方が藤波投手です。よろしくお願いいたします。頑張っていこう。はい、涼介さんかな、対戦の方よろしくお願いいたします。というところでね、 A ランクの藤波さんが来たから、さすがにここは殿崎さん打とう。ちょっとね、特能がしっかり発動してほしい。選球眼回で、あれ、あ、選球眼回はプラス7やな、これ。俺勘違いしてたわ、多分。ちょっと訂正入れときますね。申し訳ない。でも選球眼が、普通の選球眼がプラス5で、選球眼回がプラス7なんだ。回だとね、多分ね、ちょっとね、若干ね、特能の上がり幅ね、おかしいんだよね。まあということでね、ちょっとね、打っていきたい。ちょっと集中して打っていきましょう、ここ。本当に打つ。よっ、あっ、ザゴーあいや、今のね、あそこのコースで、ね、流し打ち判定入らないときあるんだよね。あとね、今みたいなコースはね、やっぱりね、ちょっとパワーの低い選手とかだと、ああやってセカンドライナーになっちゃうんだよな。そんなことは言っとってもしょうがねえからな。なんとかね、殿崎さんで打ちたいけどね、バッティングホームはね、結構打ちやすい。僕の中では個人的には打ちやすいんですよ。で、もともとね、僕ね、殿崎選手ね、74レベル持ってたのに、どっか行っちゃったんすよね。さあ、ということでね、ちょっとゲンさん行きますか、ここ。いやーやばい、1、2番不調すぎるって、なんで3番にクロマティいるの。映りたがりクロマティ。おい、2023年のパワヒは飛ぶよ、本当に。4番バース、お尻、どちゃくちゃおっきい。
はい、でね、まあね、今ね、ちょっと打ち取られてはしまったんですけど、まあ、外崎選手、じゃあ TS ね、まあ、どんな能力で出るかっていうところなんですけど、まあ、僕が予想してるのは2020年シリーズ1のセレクション、うん、こちらあたりのステータスが一番近くなってくるんじゃないかなと思う。ミートパワー B あって、で、特殊で A いけて、で、超広角を持っていると。ただね、俺ね、この外崎選手って、確かにね、最強セカンドの、まあ、トップクラス、セカンドではトップクラスの強さを誇ってはいると思うんですよ。しかしね、みんな代打を出すんだよね、なんやかんや言って。うん。まあ、その中でセカンドってやっぱね、よく代打を出されちゃうんだよね、ある程度ステータスが高くても。うん。だからね、守備は良くても、ね、打撃もね、悪くないんだけどね。うん。アーチストにはかなわないっていうところでね、まあ、ここら辺が、まあ、TS とかで出てきても、あんまりみんな取りに行かなそうだなっていう雰囲気ある。うん。だから、ま、今回、まあ、外崎選手を持ってない方は、まあ、セカンド A できる選手っていうのは貴重なんで、うん、未だね。うん。まあ、なんで、外崎選手、まあ、守備起用とかはマジでありなのかなというふうには思うけど、まあ、なんやかんや結局使わなくなってしまうっていうのが、まあ、今の環境ではあるあるのことかなというふうには思います。さあ、それじゃあね、ちょっと頑張って打っていこう。いやあ空振り三振していく。ああ、本当はこれ特殊 A にしたかったわ、外崎さん、二遊間で。うわあ、まあ、いつかね、したいね。ちょっと二巡目回そうか。頑張ろうね、これ。よー、やっぱりアーチストなんだよな。えぐい。最高。抜けて。いやー、マジか。チェンペ強いな、それ。ナイスボール。いや、抜けて。いや、マジか。やばい。外崎さんまで回したいのに。今日、外崎さんメインやろ。これ何番バッター？あ、次や。超集中。ノムさん頼む。よーしゃー、オッケーオッケーオッケー。さあ、外崎シューター、外崎シューター頼む。広角広角、うお、広角じゃない、超長集中。オッケー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 。まあ69なんよな、これ外来るかな。まあそうだよね、外来るよね。オッケーオッケー。長集中がね、あんまりね、効果が発揮されないよな、そこまで。一回で、僕ね、昔にね、阿部選手で検証したことあるんですけど、そう、表記的にはね、こう切り合い、今のストライク審判、よしよしよし、ある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 、中弾道でも打てるっていうところ見してくれ。あはー、スタミナ切れとるげー。それはちょっときついよ。よし、おー、外崎シューター、いいね、安定感ある、なんか別に変わらんやろとか思われそうだけど。おーし、外崎シューター、いいね。なんかもっとファインプレーとか見たいけどね、まあまあまあ、当たり前のことを当たり前にできるっていうのがね、素晴らしいですから。オッケーオッケーオッケー。よー、外崎シューター、さすがに、ありがとうございました。ちょっと2試合目いこう。おい、みんな甘えちゃダメだろ、ねえ、ここで決めるわ、マジで。最近なんか何試合もやればなんかホームラン出るでしょみたいな、そういう風潮が流れてる、よくない。この試合で決めます、いきます。ちょ、千賀さんか、ちょ、集中していこうか、これ。うわー、流し打ちでミート64、パワー69。うわ、悪くない、大丈夫だ、トロサキシューター、いくぞ。オッケー、ちょ、ワンスト、ちょ、舐めてるな、初球インコースまっすぐは、いくわ。オッケー、さあ、ワンワン、さあ、引っ張り警戒、集中してる。あはは、やばいやばい、ちょっと待ってくれ、ちょっと待って、本当に。オッケー、さあ、ツーツー、よく見て、ちょっと待って、ミートカーソルぐるぐる打法、ミートカーソルぐるぐる打法、頼む、外崎さん。ちょ、このバッティングをマジで俺打ちやすいんやけどね、このフォームは。うわー、よく見たー、はい、選球眼発動してます。よし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 、よっぶー、中弾道の良さ、あー、間違えられそうやけど、よ、はい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 、わー、中弾道、低弾道、アーチストだとなお飛んでるように感じるわ。うわー、アーチストしか勝たんのか。うそだと言ってくれ、アーチストやばすぎやって、ちょっと。ちょっと待って、何者連続これ、ちょっと待って、ちょっと待って、外崎さんの動画じゃい。だ
ダメだこりゃ。では諦めてなかった諦め、いや聞きました、フルトナサキ、ちょちょちょ、待ち、ちょちょ、オッケー、サバンボール集中、オッケー、ちょマジでインコースまっすぐ手出んな、よしダメか、はぁーだーそうだよなオッケー、さあ通通集中、トムスキさん頼む、見せてくれ俺たちに中断道の希望を、いけー